誰かわからなかった、斉藤匠真優なし、借り上げ姿で、シーナ吉平インスタに登場。激変ぶりに注目終まる。俳優のシーナぺ五59が8日までにインスタグラムを更新。公開された俳優の42テクノユニット、電気グルーブのピエール滝56との3ショットが注目を浴びている。この日、シーナは、 昨日は三人でご飯食べに行きました。藤原達也くんおすすめの家庭料理の店、とても美味しかったと報告。添えられた写真は、向かって左からピエール、中央にシーナ、右に斉藤という豪華な並びとなっており、のリラックスした表情から和やかな時間を過ごしたことが伺える。一方、ひときわ注目を浴びたのは、 右端でハットをかぶって微笑みを浮かべる斎藤の姿。このところ、トレードマークとなっていた口周りの髭はそのまま残っているものの、眉毛はほぼ全反り状態となっており、丸坊主さながらに刈り上げた衝撃的な金煙に。フォロワーからは、クく,くん、誰かわからなかったです。匠さん、はい、雰囲気変わりましたね。笑い、高さんの髪型が気になります。孔さん、坊主 刈り上げ役作りかなといった驚き混じりの反応が寄せられている。